笛じゃないです。声を担当させて、流してます。まあ、あまり想像つかないと思いますけど、また後で、ね、生の音なんかも聞いてもらいますけど、とりあえずは、一曲歌ってみます。わかりました。喉をぐっと絞るようにして、ありがとうございます。それを頭蓋骨とか鼻の後ろとかいろんなところに響かせて、そうするとどこからともなく高い笛のような音がね、笛ではないし口笛でもないんですけど、ね、そんな音が鳴ってくるんですね。すぐにはできませんけど、訓練すればある程度皆さんできると思いますので、ね、後でやってみたいという方だったらご指導しますので、ここでやってください。では今日弦が2本です。この太いのが実はまた後で近くで見てもらっていいですけども、こんなふうに細い馬の尻尾の毛の束になってます。そんな束が2束入っています。弓も同じ馬の尻尾の毛同士を結び合わせています。そしてここにヤギの皮ですね。野生のヤギの皮を入っています。バトキン、今までにも他の人の演奏を聞いたことがあるという方もいらっしゃいました。こちら、ホラーですね。なんかだいぶイメージが変わったんじゃないかなと思いますけど、今普通のバトン、一般的に弾かれているバトンというのはここも木で作ります。そして穴を開けるんですね。これバイオリンみたいな F 字工サウンドホールを開けて、もう少し高くて派手な音色なんですけども、昔は昔というと、まだ70年くらい前ですかね、までは、このように革が張ってある楽器でした。それが改良されてもっと大きな音が鳴るようになっているんですけども、僕は今から7年、8年ほど前にこの革のバトキンをたまたま楽器職人のところで、ね、試作品として置いてあったのを弾いて、すごく気持ちよくて、あ、この音色だと思って、そんなこの音色にも惚れ込んで、これを僕は日本で広めるから、この楽器をちょっと一本ただで譲ってくれって頼んでもらってきた、そんな、プレゼントしてもらった、ね、そんな楽器を弾いてます。なので今日はちょっとモンゴルでも古いタイプのというか、まあ、懐かしい音色をする、バトキンを聴いてもらってます。じゃあこのバトキンのそばで作ったジョノンハルという、ね、伝説の黒い羽の生えた馬がいるんですけど、その馬をモチーフにした曲を聴いてください。
思議な歌い方がモモに伝わっていて、モモロを旅した時にその歌い方を目の前で聴いてものすごい感動して、それで歌うようになったんですけど、じゃあ後半はあのアカペラから1曲聴いてください。ガンディ元というモモロの民謡です。まあ、モンゴル広くて、まあ、ともう隣の家が10キロ、20キロ離れてたりします。遊牧民、それだけ広大な土地を放牧させないとね、あの草がなくなってしまったら動物死んでしまうので、そんな、広い土地を放牧させて暮らしてるんですけども、昔だったらこう、まあ、結婚して自分の子供が結婚していくと本当に遠くに結婚していってなかなか会うことができない、でも、渡り鳥が毎年帰ってくるように自分の息子も毎年我が家に帰ってきてくれるっていう、ね、自分の息子のことを、あの息子か娘か分かんないですけど、子供のことを親の、歌をホーミーとモモロ語の歌詞で歌っています。聴いてください。ガンディよ飾りまんほどそふまえれねえほとガンディ元。もう一曲アカペラで。